携帯じゃない、どんぐらい取れるのそれ。はい、うん、知らねえよ、そんなの。知らねえ。これ続ける。使い込まれてないんだろう。あれ、飲んでますか。飲んでますか。もういらない。ああ、もうギブアップして。すげえ。なんだよ、もうギブアップだこれ。すげえ。かわいそうで。飲んでる？飲んでるよ。飲む。あ、飲んでください。取ってあげます。そのまま取ってあげます。飲んでください。はい、飲んで。飲んで。飲んで。行っちゃった。ちょっと寝たら大丈夫、寝たら大丈夫。早い。お前の飲めよ。お前の飲め。俺も立ち上げてあげます。飲め。乾杯です。飲め。ほう。飲め。お気づきになられたであろうか、有田さんの映像には畳に埋まった不気味な女性が、そして西条さんの映像には女性の姿はなく大量の髪の毛と思われるものが映っているように見えるのだが、もう決まってないだろ。非常に奇怪な映像は一体何なのか。投稿者の部屋に何がいたのだろうか。西条さんが連れてきたという女性についても彼と連絡が取れないため不明である。そしてスタッフが気づいたのはその不思議なものが映っていた床の不自然な歪みであった。